今の健康保険証を廃止し、マイナンバーの紐付け誤りをめぐって国民の皆さんの不安を招いていることに岸田総理は国民への不安払拭のため個別データの総点検を秋までに行い再発防止を徹底すると述べました。 また、今の保険証を来年秋に廃止することへの国民の不安を踏まえマイナ保険証を取得しない人には資格確認書を交付するなどして不安の払拭に努める姿勢を強調する方針です。